皆さんこんにちは。今年もブルーアイランドの季節が巡ってきました。ここはおなじみの愛媛県今治市にある糸山公園です。なんと抜けるような青空、昨日までは毎日が雨、寒い春でしたが今日からは初夏。ここだけの話ですが、今日から1週間ずっとこんな天気が続きます。このブルーアイランド、今年で22年目の大会になりました。美しい四国を1週間堪能するキャンプ&ツーリング、天候にさえ恵まれればまさに感動的な旅になるはずです。懐かしい顔が集まり始めました。到着するとすぐに受付です。免許証や保険証の確認など相変わらず厳密です。そして車両検査、普通の車検よりも厳しいと言われる SSER、 保安部品や排気音量など周囲への配慮のためには道路運送車両法よりも厳しくというのだそうです。当然のことですよね。どうにか私も来ることができました。目標は今年も無事に完走したいと思います。頑張ります。久々に言葉に筋肉痛になってしまう。これ無理だろ、これは無理だろ。今年はもう古いバイクなんで、はい、まあ、また怪我しないように頑張って走ります。初参加です。まずは完走、失格にならないよう頑張ります、はい、四国はプライベートで来たことあるんですけど、ラリーが初めてなんで楽しみにしてます。チームビューティーで頑張ります。おや、ブリーフィングが始まりました。オートバイを使った1週間の旅だというふうに、ご理解いただくのが正しいと思います。ブリーフィングでは特に安全運転、交通法規の遵守、そして周辺への十分な配慮が求められました。皆さん真剣に聞いていますね。それでは出発前の記念撮影です。いいですか？はい、チーズ。気をつけて行ってきてください。ゼッケン1番は御年68歳菅原義正さん。パリダカール27回連続出場は未だに記録更新中という偉大な大先輩です。今年も元気よくスタートしました。頑張ってください。そして続くのは 50cc のクラス、そりゃまあ無茶だという話からこの人たちをアドベンチャークラスと呼ぶようになりました。 50cc で走ると四国は2倍ほど広いんだそうです。ブルーアイランドとは美しい四国の山河を駆け巡る旅、山紫水明、そんなイメージから名付けられ今年で22年目。ほら、市街地そして山の中もこんなに優しく走ります。そうそう、聞くところによると今年の大会は NHK 大河ドラマ龍馬伝の道のりをたどるというサブテーマがあるのだそう。さあ、ワクワクドキドキの旅をフューチャーでは2号に分けてお送りしてまいります。1日目はスタート時刻が遅いものですから夕暮れも早いということで、 SSER は素敵な夜景をプレゼントします。まるで夜間飛行のような道を使い、上り主体の SS です。菅原さんも元気よく走っていきます。深夜のようですがまだ日没直後、
リバークはもうすぐです。ゴールです。今日は120キロ走りました。みんな帰ってるかな、はい、ラリーの体になってなくて大変。マップが揺れて見えない。もう強度不足です。1日目は楽しく走りました。あ、久しぶりにナート走った。 50cc は重いのが手強いです。登りしかなかったですね。でマップは外れるし、距離は合わんし、ライトは消えるし、もう散々ですよ。なんとか頑張っています。キャンプの夜は冷え込みましたが、今日もいい天気です。キャンプ場には湖があるんですね。静かな湖面がとても優しい気分です。ミスコースを連発して、もうみんなにダメダメ言われながら頑張ります。昨日はまだアクセルは切れてないです。初めてなんで、なんとか、はい、よちよち頑張ってます。小島さんが意味が分からないんですけど、まあ、違うタイプの林道で挽回したいなと思ってますけど。感じましたね。この調子で今日も倒木にめげず頑張りたいと思います。夜の SS2 だったの順調な滑り出しですか。昨日調子良かった。なんか間違ってるかもしれない。ろうそくの火が消える瞬間かもしれない。さあ、2日目のスタートです。アドベンチャークラスの川淵さん、今年還暦を迎えるライダーです。今日は剣山スーパー林道を越える 50cc には試練の道のりです。朝のスタートは30秒間隔です。でもスタートの3台前までしかエンジンをかけてはいけません。周辺への配慮だそうです。確かに静かにスタートしていく感じが印象的ですね。さあ、今日もそれぞれの思いを胸に大自然の懐に分け入っていきます。ここは SS3 です。こうして完全に安全が確保されたエリアで SS が用意されます。といってもスピードが出せるというほどではありません。ライディングスキルが試されるのです。今年初めて用意された伊谷谷の奥深いルート、平家の落ち人らが暮らしたといわれる秘境中の秘境を走ります。ここは剣山、なんと雪が舞っています。分厚い雪が降ると思いませんでした。しかもちょっと軽く吹雪いてます。早く行かないと。まずいですね。今大会唯一降ったのは雨ではなくこの雪でした。
もうびっくりですよね。でも少し下るとまた青空でしたね。2日目のビバーク近くには SS4 がありました。とにかく変化に富んだ難しい道でしたね。ミスコースが連発したり、とにかくガレガレの路面はなかなかうまく走れません。大丈夫ですか？おっとっとっと、どこへ行くんですか？とにかく今日も一日走りました。まだ空が明るいうちにビバークへ到着です。夜の SS でミスコースしたんで、ちょっと ICO の調子が悪くて、でもミステイクはミステイクですな。悔しい。めまいしてるのかなと思って、メーターの方が壊れてて、メーターが動いて、カタカタ動いてて、僕のめまいじゃなかったとか。年取るとね、いろんなことが面白いこと起きて楽しいんですよ。つづら折れで曲がるところをまっすぐ行っちゃって、一緒に行っちゃいました、前の人が。ただいま戻りました、やっと。リエゾンが最高に楽しかった。もうあそこ走っただけでもう今日満足です。2人揃ってミスコースをしました、はい、残念です。みんなで迷ったよ ね、難しい。もう前から後ろからごっちゃー。疲れました。しんどい。お腹空いた。クレバスがある大変なところに入って、Uターンもできず、往生しました。最近あんまりバック乗ってないんで、もう長距離走るスタミナが不足してます。うわ、やばい。食べ過ぎでしょ。食べ過ぎですかね。いや、これが美味しいんですよ。今日も皆さんいろいろあったようですが、とにかく美味しい晩御飯、地元のそばも振る舞われて、楽しくキャンプの夜は更けていきました。見てください、3日目の朝も雲一つない快晴です。まるでブルーアイランドの旅人を祝福するかのようではありませんか。いやいやいや、話される一方なんです。そうなんや。今日も話しますよ。熱烈な争い。4秒差なんかやばいんだよね。ロックオンされてるんだよね。もう一回転んでもらえれば。さあ、今朝も元気よくスタートです。 50cc の川淵さんも元気よく出発。目指すは黒潮を洗う室戸岬です。途中の道のりも厳しいそうです。ところでお気づきでしょうか、多くの参加者が首につけている首巻きのようなもの、これはネックブレースと言います。ヘルメットが頭を守るように、これは首を守ります。これからのライダーの必需品になります。 SSER では普段からネックブレースを装着するように呼びかけていますね。案外装着率高いでしょ。今朝は昨晩のあのガレガレの林道を越えなければなりません。明るいと全く表情も変わって走りやすいですね。でも気をつけてくださいね。
女性ライダーの目も真剣そのものです。ハイドルは なんで治ったか分かんないんですよ。もう20分ぐらい前までは絶望状態でした。うわもう終わったみたいな。まだ走れます。ありがとうございます、はい、太平洋が見えてきました。小さな漁港も光り輝いています。本当に四国素晴らしいですね。いかがですか、あなたも来年あたり。転倒事故がありました。様子を見に来ました。あれあれ、どうも膝をガードレールで強打した模様です。犯人は工事の石灰岩の舗装路面、少し濡れてるとよく滑るのです。これからはもっと気をつけましょう。ここは室戸岬のスカイライン。こんな快晴見たことあります？室戸岬に立って太平洋を眺めているのは中岡慎太郎です。大宮で龍馬とともに命を落とした幕末の志士の一人です。ここに来る前には聖火の前も通りました。カンカンもできて楽しいです。中岡慎太郎先生のお顔を拝見してまいりました。初めて顔見たのでわからないです。気持ちよかったです。今日走ってて海のとこずっといい天気だし、たまに魚の匂いがしたりして。とにかくルートは練りに練られています。なんといってもゴールデンウィークの渋滞なんか全く感じることはありません。普通の旅人は国道しか走らないんですから。それにしても皆さんジェントルに走ります。さあ日も傾いてきました。ここの河原の広場に参加者が集まってきましたよ。リムがすごい曲がってるんですよ。リムと曲がっちゃいました。朝の SS なんです。SS で吹き飛びそうになりました。前半は結構林道がメインで、その林道がまたなかなかパンチがある感じで、でも後半はね、あの結構海岸沿いの、まったりルートでメリハリつきすぎ。日没に急かされるように SS6 が始まります。ここを終えればリバークは目と鼻の先。なんとか無事にたどり着きたいものですが、乗っているバイクがいました。ゼッケン2番は川渕さんです。いや電気が、あ電気とか、ええ、あエンジンかからなかったしおかしくなって、さあ無事にビバークへたどり着けるでしょうか。もうすぐビバーク、早くゴールしてみんなのインタビューを取ることにします。今日はミスコース多くて
結構余分な距離走ったんでしんどかったです。まあまあです。ダメですね、なんかバイクの乗り方忘れてますね。まだ全然思い出せないんで。ラリーストの心構えとしてまず着替えてマットを巻いてから飲む。ここ置いときますからね。あの巻いてから、巻いてから、巻いてからね。あれが我慢できるかどうか。そう、いや巻いてから。まあいつもの調子でのんびり海眺めながらジェラート食べてました。ちょっと今日はバンクのトラブルで TBI らしくなってきて楽しいです。すごくいろんな人に助けてもらって今日は無事何もなく終わることができました。気持ちよかったです。風景を楽しんでました。明日が一番辛いかなと。笑顔は今日までかも。四国の山深いキャンプ場、今日も無事に終わりました。明日もよく晴れますように。さあ後半の模様は8月20日フューチャー第3号に掲載いたします。なお第3号では北海道4 days の模様をお届けする予定です。次号をどうぞお楽しみに。